まあそんな感じね。で、股関節今どうやると痛いか分かりますか？ねじると痛い。今ここで痛いです。どこに行きますか？ここです。前そこね。反対はこっちはまだ大丈夫。はい、しゃがんで。これは痛い。痛いね。はい、はい、はい。さっきハンちゃんがさ、あのいいのやってんのに、あのビフォーをさ、どこ行ったっけハンちゃん、はい、ビフォーをさ、もうちょっとどういう形で痛いかってこともっとやってないから、うん、で、ビフォーとアフターはちゃんとこれ治療の時もそうなのね。はい、じゃあ仰向けになりましょう。なんで僕と思ってるなんかこういうのってさ、ずっと持ってるとなんかもうずっと話したくなくなるんだよね別にこんなことするわけだよね、はい、右でしたね、はい、はい。まあこれでもできるんですよ、本当はね。いや、本当なの。ピーッとやってさ、でこっちからして、あ、内側に行ってるからね、この股関節のとこが、この腱がここが内側に来てるの、これ。これを外にやります。よし、はい、立ってはい、握ってください。あ、楽です。楽でしょはい、前屈、うん、これは別に変わんなくても、別に腰だけの治療じゃないから。あとは痛いのはねじるの他に何か痛い、あ、しゃがむね、はい、しゃがむ、うん、さっき楽です。こうやってやります。で、皆さん、明日から木刀を使ってください。木刀いくらですか？木刀？その辺で売ってるよ。はい、仰向け。それだとまずいんでね。はい、ただ、